日本東京都三鷹市、下連塾下連塾は東京都三鷹市の地名。現行行政地名は、下連塾1丁目から下連塾9丁目。郵便番号は181-0013。市北部に位置し、御殿山、中町、上連塾、野崎、新川は群れと接する。主に住宅地として利用されている。住宅地の地下は、 2019年1月1日の工事地下によれば、下連着3から6から4の地点で64万7千円平方メートルとなっている。1657年1月の明暦の大化による、神田連着町の被災者の移住地として1658年に神田連着に行ったとして開墾されたことに由来する。連着とは小番を使った書庫のことで、 江戸神田の、その職人仲間が住んでいた町を連雀町と呼んでいたことが連雀の名の由来とする説もある。1700年前後に、神殿開発の進捗とともに、連弱神殿が連雀村と称され、京都に近い方を上と称し、江戸方に近い方を下と称す慣修により、上連雀村に対して下連雀村となった。 2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる鉄道の駅は下連尺3丁目に武蔵野市とまたがる形で JR 中央本線三鷹駅がある。小田急バス、京王電鉄バス、関東バス、コミュニティバスでは武蔵野市が運営するムーバス。 三鷹市と小田急バスの共同事業である三鷹、シティバスが三鷹駅をはじめとした町域に乗り入れている。幹線道路は吉祥寺通り、連着通りなどが通る。ありがとうございます。